こんにちは、ボナールチャンネルのマサです。本日は新座市春季大会バッファローさんとの試合の様子をお届けします。さあ、この大会ここまで勝利がないステイドリーム、これまで2戦2敗ということで、この試合どうなるのでしょうか。さあ、総当たり戦ということで、勝ったチーム上位2チームが決勝ということで、この一部リーグの優勝チームが決まるということです。さあ、残すところはあと2試合なんとか勝率5割まで持っていきたいところ。さあ、2番の友がラッキーな出塁で3番リュートに回ってきます。このフルスイング、そして打った打球がライト線に落ちる。ライトは今ボールを取って、友は悠々ホームイン。初回から先制点を、そして中継プレーが乱れてる間に一気に三塁へ。素晴らしいヒットが飛び出しました。さあ、4番の岡ちゃん、初球からこの辺り、またしてもライトタッチアップには十分か。リュートが帰ってきて追加点です。そして5番の僕、初球は変化球、2球目これも変化球ということで2ストライク2ボールから、さあ、これ落ちる球フォークかチェンジアップか、空振り三振になってしまいました。さあ、1回の裏いきましょう。マサ、そして岡ちゃんのバッテリーです。先制点いただいた後、しっかり抑えていきたい。初球ツーボールワンストライクから、さあ、ここはレフトのクォーターを追ってしっかりキャッチ、ワンアウト。続くバッターツーストライクから、ちょっと甘いですが、この日ライト欲しい、ナイスキャッチ。続いてこれいいとこ決まりました、スライダー。そして最後は変化球で空振り三振、3人でしっかり抑えます。初回2点取ったけど全然物足りないだろ、ここから取って雑にならないから、欲しい、じゃあ追加点取りましょう。はい、よろしくお願いします。ちょっと下りましたが、さあ、行きましょう。6番、久々参加のむのむ、このがたいで6番、そしてドカーン。さあ、打球はレフトのはるか後方へ、惜しくも入りはしませんでしたが、さあ、これセンター中継乱れてる間に一気に三塁へ、スリーエースヒット、素晴らしい。ノーアウトランナー三塁、ここはチャンスです。そして7番のコーター、初球ここはストレートで、さあ、ここはちょっと狙いすぎたか。さあ、そして最後は変化球で空振り三振、8番の秀くん、ワンアウト。キャッチャーもナイスストップ。そしてここでスクイズですが、これはファールとなってしまいました。そして、さあ、これセカンドゴロだったんですが、ちょっとスタート遅れたか。ここは追加点とはならず、ツーアウトランナー一塁でバッター欲しい。キャッチャー素晴らしいボール、100点のボールで2回は無得点。さあ、チャンスを潰された後、しっかり抑えていきたいところ。いい声ですね、伊藤副キャプテン。続いてここもストライク、そしてラストボール、これ気持ちいいところ、ストレート決まりました。さらにストライク、ここもストライク、そして最後は見逃し三振で、ここは2者三振でしっかり3人で抑えます。
よいしょ、はい、頼むよ、キャプテン、セカンドストップ。さあ、9番の星からいきましょう。先頭バッター、ここはファールで命拾い。そしてこの辺りですが、さあ打球はセンターへ、素晴らしいダイビングキャッチ、センターの超ファインプレーが飛び出します。これは素晴らしいですね。サードの方も思わずガッツポーズですが、続く伊藤さん、これが意外と伸びて伸びてセンター横へ激走してツーベースヒット、素晴らしい、払ったような当たりですけど飛んでいきました。そしてトモですが、ここはフライを上げてしまった。さあ3番の龍とこのチャンス生かせるか。ツーボールから、ここはデッドボールということでランナー1、2塁のチャンスで岡ちゃん、この辺り、さあ初球ですが、これがレフトに抜けて伊藤さん激走、さあレフトのバックホームはセーフー。さあその間に3塁へ、素晴らしい岡ちゃんのタイムリーヒットが飛び出して3対0、なおもチャンスで僕に打席が回ってきます。初球はストレート、続いてこの辺りですが、ちょっとこすったか、打球はレフトのほぼ定位置でレフトフライ。さあ3回の裏、先頭バッター、またしてもセカンドの伊藤さん、ナイスプレイ。続いてさあ難しいところ、ちょっと日がかぶったか見えないと言っていますが、素晴らしい、しっかりキャッチ。続いてまたしてもサード、安定しております。この回も三者凡退。さあそして4回の表、先ほど長打を放ったノムノム、見てみましょう、この辺り。さあ2打席目も素晴らしい当たり、打球は左中間真っ二つ。さあ熱くなってきております、体力大丈夫でしょうか。ツーベースヒット、スリーベースにツーベースに、素晴らしいバット投げ。さあこの回はさすがに点取っていきたいところ、初球インコースビタベタ、そしてここは同じような空振りですが、フルカウントからフォアボールでランナー1、2塁。そしてバッターひでくん、3ボール1ストライクからこの辺り、ここはサードフォースアウトでファーストはセーフ、ワンアウトランナー1、2塁。そしてバッター欲しい、キャッチャーもしっかり止めてきますね。そして2球目、さあこの辺りがセンターへ抜ける素晴らしい当たりですが、打球が速かったか、三塁でストップ。センター前ヒットでチャンス拡大、ワンアウトランナー満塁。このチャンスで回ってきました伊藤副キャプテン、初球はストレート。さあ1本出しておきたいところ、ここは捉えきれず、さあ追い込まれて、さあちょっと詰まった当たりですが、これが前進守備をしている内野の間を抜けて一気に2人が帰ってきます。2点タイムリーヒット、素晴らしい。さあ点差を広げていきます、5対0。さあここはセカンドフォースアウトのファーストはセーフ、ランナー1、3塁。そしてリュート、さあここで盗塁で危なかったですね。さあランナー2、3塁からの、さ
さあこの辺りはセンターほぼ正面、しかし2点を追加したステイドリーム、試合も中盤に差し掛かってきます。さあここまで完璧に抑えていましたが、この回先頭を出します。さらに同じような嫌な当たり、これがセカンドの後ろに落ちるが、センターのトムこの後しっかり見てました。セカンドフォースアウトでワンアウトランナー一塁。ずるずると行きたくないところ、さあ追い込んでからここは変化球で空振り三振、ツーアウトとなって、ここはなんとかしっかり抑えました。最後、はい、そしたら見切りましょう、はい、さあ試合も中盤終盤に差し掛かってきております。5回の表先頭おばちゃんデッドボール、ラッキーボーイ。さあそして僕この日当たっておりません。さあ送りバントのサインが出たんですけども、今シーズン初バントでした。さあここ決まらずエンドランのサイン、ここピッチャーゴロとなって、これがセカンド送球が悪送球、これがラッキーな形で岡ちゃんはファーストから一気にホームへ、ラッキーな形で1点を追加します。そして本日当たっているノムノムですが、ここは素晴らしいチームバッティング、ワンアウトランナー3塁を作り出します。そしてコータ、さあ打てるのか、追い込まれて、ここはファールを狙ったのでしょうか、ファールフライ。さあそして秀くん、ここデッドボールでチャンス拡大、当たってます、欲しい。さあこの当たりですが安定しておりました。さあ行きましょう、せっかくならここまで来てるんだったら無失点で抑えたい。ツーストライク追い込んで、最後はストレートで空振り三振。さあこの辺りどうなったのでしょう、見てみましょう。さあ詰まった辺りライトの星、これ見えづらいんですけど鼻で取ってます、グローブじゃなくて腹でのファインプレー素晴らしい。そして僕はロングの下投げということで3人で抑えます。役立ってないですけど頑張っていきましょう。そんなことないよ。さあ6回の表相手のピッチャーも変わっております。斉藤副キャプテン先頭フォアボールでバッターともいいね、いいですね、相手のコントロールも友のスイングもいいですよ。さあここエンドランのサイン出てたのかな、ただちょっと挟まったということでボールデッド。そして友もフォアボールでランナー一、二塁、チャンス拡大。そしてリュート、さあこの辺りサードには投げられず結果的に送った形になりました。そして岡ちゃん見せてください。さあ初球はボール、2球目待っているのでしょうか。さあこの辺りがレフトを超える、素晴らしい当たり、ぐんぐん伸びていきました。さあ2人帰ってきてタイムリーツーベース、8対0、4番の仕事してくれます。さあそして僕も1本打っておきたいところ、2球目、さあアウトコースのこのボール、さあこの火の出るような打球がライト線にポトリと落ちる、素晴らしいバッティングです。さあランナー1、3塁、さあここで僕は盗塁、ランナー2、3塁でバッターノムノム、当たってますよ、どうでしょうか。この辺り、さあこの日猛打賞となる辺り素晴らしいです。僕は回ったところでストップ、タイムリーヒット、9対0、点差を広げていきます。さあコータここで1本見せられるか、
ツーストライクからファール、ファール、ファール、ファールで粘って最後は空振り三振。さあ、ツーアウトランナー一三塁。ここでファーストランナースタート。そしてボールがそれてる間に僕がホームイン、10対0となります。ビレ君は空振り三振。さあ、時間的にもう終盤です。先頭バッター、これが嫌なところ、右中間に落ちます。しかし友がこの後が素晴らしい、シングルヒットで抑えて、続くバッターフルカウントからフォアボール、ランナー1、2塁のピンチです。そして3ボールから連続フォアボールは避けたいところ、ここ空振りでフルカウントまでこぎつけました。そしてラストボール、ローインコースのスライダー決まりました。見逃し三振でワンアウトランナー1、2塁。続くバッターはセンターフライに抑えます。無失点で切り抜けたい。初球はストライク、ワンワンから、ここもインコースいいところ決まりました。さあ、この後ツーストライクから甘く行きたくない。このバッターで抑えられるか。さあ、甘く入ったボールがレフト前へ、しかし三塁でストップ。さあ、終盤満塁のピンチです。初球はインロー、続く球岡ちゃんがしっかり止めてくれました。3球目、ここは外のストレート決まりました。さあ、ツーストライクから甘くいかないように。そして最後はこれスイング判定でホームアウトということで、今大会初勝利、バッファローさん対戦ありがとうございました。残すはあと1試合なんですが、なんとその試合が